はい、坂本です。今回は毎日太ももの内側を鍛えて動かすとどうなるのかということと、その方法について実践していきます。体を鍛える時に太ももの前側を意識する人は結構いるんですが、太ももの内側を意識する人というのはあまり数が多くなく、それだけに太ももの内側が弱ったり硬くなったりすることで起こるような症状に気づきにくいという部分があるんですね。太ももの内側はなかなか自分で意識しないと、運動してるだけとかでは簡単には動かない場所になるので鍛えにくく、それがゆえに弱りやすい部分でもあります。そんな内太ももですが、ここが弱っていくと一体どういったことが起こるのかということと、鍛えることでどうなるのか、それを知ってもらった後、実際に内側を鍛えていくトレーニングを実践していきましょう。じゃあですね、太ももの内側ですね、やはり運動とかですね、鍛えていてもメインで動くのはこっち側になりやすいんで、ここっていうのはあんまり動かないので、やっぱりいろいろやってる人でも意外とここが硬いとかですね、弱いっていう人は多かったりするんですね。そしてここが固まったりとか弱ってくると、主にですね起こりやすい症状というのが大別すると4つあります。ということは、逆にここが柔らかくてしっかり鍛えられると、この4つの症状が出にくい体になっていくということを言えるわけなんですね。そこで知っておいてほしい4つの症状なんですけれども、まず1つがですね、単純にここだけが弱ったり固まっているわけですから、そのせいで足に痛みや違和感、不調を出しやすいということですね。まあこれは正直言って内側の筋肉だけに限らずに、他の筋肉だったとしても起こりうることなんで、別段太ももの内側が弱った時だけ痛みや違和感が出るというわけではないんですが、そういったことが起こりやすい。そして内側が弱ることによって、特に違和感や痛みが出やすい部分というのがあってですね、それがどこなのかというと、この膝の内側のここらあたりになりますね。つまりここらあたりに痛みがある人というのは、この内側に何かしらの問題を抱えている人が多い。そしてそれが治らないということはですね、ずっとこの内太ももの状態が悪いから治らない、そうなっている場合が多いです。なのでですね、例えば膝の内側がずっと痛くて治らないとなると、この膝ばかりですね注目して、ここに何か問題があるんじゃないかなって、そればっかり考えて何かいろいろ治療とかですねやっている人多いと思いますけれども、それで全然改善してこない人はですね、一度この太ももの内側ですね、ここがむちゃくちゃ硬くなっていないかとかですね、弱くなっていないかというのをチェックしてですね、そうなっているんだったら動くようにしていくというのをですね、今日から意識するようにしてみてください。そして次、二つ目がですね、ここが悪くなってくると O 脚になってくるということなんですね。このように立っていて足に力が入らなくなってくると、足がこのように開いていく。これってまあ誰でもイメージできると思うんですけれども、実はですねもう一つあって、ここの内太ももの筋肉がですね、このように縮まって硬くなって動かなくなってしまうと、こういう風に足がピタッと閉じた状態になってしまうんですね。こっち側にこう縮まっていくわけですから、太ももが。でこの状態でずっと立っていると、これをやってもらえればわかるんですけども、足をピタッとくっつけて立っているとむちゃくちゃしんどくなってきます。左右にこのようにふらつくようになってきます。そうなってくると、これである程度の時間が経つとどうなるのかというと、体重はですねどんどん小指側の方にこのように乗るようになってきます。そうなった時に足の位置見てほしいんですけども、これもこのように O 脚のような感じになってしまうんですね。ということはですね、実はこの内太ももというのは、ふわっていくと足が広がっていく、まあ、これは誰でも考えると思うんですけれども、それだけでなくて、動かさなくて固まっていってもこのように足が広がるようになって O 脚になってしまう。どちらの状態でもこのような症状になってしまうんですね。なので O 脚で悩んでいる人で、鍛えているのに治らないという人はですね、一度ここをしっかり柔らかくして緩めてみるという方を意識してもらってですね、結構ここを緩めているのにあんまり変わっていかないという人はですね、ここを鍛えていくという方を意識してですね、今日から実践するようにしてみてください。そして次、3つ目がですね、ここが弱ったり動かなくなることによって足が上げづらくなっていきます。というのも、ここがだいたい弱っていくっていうことはですね、弱ると同時に大体のケースで固まっていくことが多いんですね。こうなると足がこのように内側に入るようになります。そうなってくるとどうなるのかというと、この股関節ですね、これも内側にこのようにねじられて入ってしまうことになるんですね。こうなると、この股関節と骨盤が足を上げるときにぶつかってしまって、足がすごく上がりにくくなります。これは外に広げれば広げるほど上げやすくなっていきます。なので、ここがしっかり動く人がですね、足を上げようと思ったら、大体の人はですね、まっすぐ上げているつもりが若干こっち側にこういう風に少し斜め外に上げてきます。でもここがですね、悪い人というのは、こっち側とかですね、まっすぐとかになりやすいんですね。こうなると
上げにくさをすごく感じるんですね。で、上げにくさを感じる、上がりにくくなってくるから、足を上げるという動きをですね、あまりしなくなっていく人が増えてきます。それとか上がらないのはこっちの太ももの前側がですね、こっちが弱っているから上がらないと考えてですね、こっちを鍛える人が結構いたりするんですね。なので、ここも確かに弱っているせいで上げづらくなっているという可能性もないわけではないんですが、まずその前にですね、自分の足の上げる方向ですね、これを確認してもらって、明らかに外に開きづらいなと思った時はここが弱って固まっていたりするので、こっち側を鍛えたり緩めたりですね、そっちの方向をまずやるようにして、そこからですね、それができてからこっちを鍛えていくという風にですね、今日から意識するようにしていってください。そして次ですね、4つ目なんですけれども、ここがですね弱って固まってしまうと、さっき O脚の時でも話したんですけれども、ここがですねこのようにピタッと閉じてしまいやすい、こういう風な状態になりやすいということを話したんですけれども、これはですね立ってる時にはこういうようになってきて、時間が経つとこういう風になってしまうということだったんですけれども、これ実は歩いている時もですねこのようになる人が多くて、こんな風になってしまうと足がこんな感じで出るようになってしまいます。こうなるとむちゃくちゃふらつくんですね。ふらつく時に体を支えようと思ったら、この足のあちこちに力がかかるようになります。これもたまにやってるぐらいだったら大したことないですけど、歩くたびにずっとやってると常に足のあちこちにこのように力がかかり続けるようになるので、むちゃくちゃ足を痛めやすくなってしまうんですね。さらにですね、しっかり歩いたりとかですね、足を動かすときに正常に働かないといけない筋肉が働かなくなって、全然関係ない筋肉が働くようになるので、歩く力もすごく弱っていきやすくなります。さらにですね、この状態がもうすでに結構ふらつきやすいので、ある程度若かったら大丈夫ですけれども、60、70、80ですね、年齢が上がっていくことにこんな歩き方をしていると、何にもないところでもふらついてこきやすくなってしまったりとかですね、そういったことが起こりやすくなってくるんですね。で、こういったこきやすくなってしまう理由というのもですね、さっきと一緒で結構ですね、こっちの太ももの前側、こっちが弱っているからそうなっていると考えている人多くて、だからこう鍛えようとする人も多いんですけれども、これもですね、さっきの足を上げるのと一緒で、確かにここが悪くてそうなっているケースもあると思いますけれども、一度ですね、自分のここですね、こんなになっていないかっていうのを確認してほしいんですね。これでふらつかずに動くっていうのは正直僕でも厳しいです。これを足の筋肉を鍛えてどうこうするというのは無理なので、まず歩くときにですね、拳1個から1個半ぐらいはですね広げて、違和感なく歩けるのか、これで違和感ある人というのはもう確実に普段が狭いです。なんでまずはですね、意識これをしてもらって、これで違和感なくですね、ある程度動けるようになる、それぐらいをですね目指して、毎日ですねちょっとずつここを開いて歩くというのをですねやっていくようにしてください。はい、ここまででですね、内側がですね弱ってしまうとですね起こってしまう症状、代表的なのをお伝えさせてもらいました。そしてこれらを改善していくためにはですね、太ももの内側をしっかり鍛えて緩めていくと、こういった症状は逆になくなっていく方向に持っていけるので、では今からですね、ここの内側をさらに鍛えて緩めるトレーニングを実践していきましょう。はい、じゃあ今からやっていきたいと思います。これはですね、椅子に座ってやっていきます。で、この運動はですね、1日1個ずつ1分間やっていくようにしてください。余裕ある人はですね、一気に全部やってもらっても構わないんですけれども、続けられるペースですね、無理なくやっていくようにしてください。じゃあまず最初はですね、足をこのように乗せてもらって、片方の手で足首をこのように持って、下にグッとしてここで固定してください。そしてもう片方の手で膝の内側を持って、このように手の力で下に押して、ここを動かしていきます。これを30秒左右ですね。では今からいきましょう。このように手の力で足を動かしていきます。で、こっちの手であまり動きすぎないようにですね、ちょっとグッと固定しておいてください。こっちがないとこんな風に足が動きすぎてしまうので、ここで少し固定して、こっちの手だけでこのように押すようにしてください。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、足をできるだけ開いてもらって、この状態で椅子から立ち上がって、そしてまた椅子に座る。これをですね、30秒2セットですね、今からいきましょう。このように立ち上がって座っていきます。 できるだけゆっくりやればやるほどここに力をかけられるので、余裕がある人はですね、ゆっくりやってください。それやるとしんどいっていう人はちょっとですね、早めにやるとここにかかる負荷が減るのでやりやすくなります。
はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。もっと余裕がある人はですね、椅子に座る直前で止めて座らないで立ち上がるとか、こういうやり方でやってもらっても構わないです。今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。